今日はね、両雄パンのチョコザックをいただこうかと思います。ただいま深夜2時51分でございます。こんな夜中にチョコザックかよみたいな感じでございますけども、これね、懐かしいんですよね。なんかね、この幼い頃ってこういう風な甘ったるくて柔らかいパンって好きだったんですよね、私ね。あなたはどうですか？私はね、こういうパン実は久しぶりに食べてみたいなと思ったんですよ。で、今日ねエブリーっていうスーパーによるとあったんですよ。78円。これは憧れのね、懐かしのパン、両雄パン。あ、復活 食品って書いてますよ。復活商品か。やっぱりね、これ昔あったんですよ。最近見ないんですよ、こういうの。いやー、これね、チョコクランチがかけてあって、バニラ風味のクリームでケーキ生地というね、この柔らかい温かい、ほらもうね、すごいチョコケーキみたいでしょ。で、サクサクっとした食感がかかってるんですよ。473kcal でちょっとやばいんですけども、いやでもね、生きてる間だけですから、美味しいのはね。美味しいものを我慢して死んでしまっても何もいいことありません。死んだ後は健康不健康ありませんのでね、生きてるうちが花です。いただきます。ポロポロする、いいな、昔の人は美味しいもん考えたもんですね、昭和中期。日本がとっても高度経済成長期、バブルに向かうんですね。ちなみに武田総務大臣って、武田良太総務大臣って往生際悪いしね、国民に疑念を求めるような接待はしておりませんって言うけど、大いに疑念を持ってるんですけどね、私ね。武田総務大臣の事務所に電話でもしましょうかね。あの高級料亭で接待とか言うんですけど、別にお昼にご飯食べずに会議室で接待してもよくないですか？別に高い飯食わないと仕事の話ができないわけじゃないでしょうね。